Oh.
その昔、恵比寿は川と陸で栄えた町。明治、大正、昭和と石狩川航路の中核の港として100年間、石狩や月形、千歳方面などから雑穀積み換え地として栄えた恵比寿の港。また、鉄道による札幌、小樽への雑穀、石炭などの運搬。陸と港が繁栄したその賑わいは盛んなものであった。現在、その影を残す上川丸は恵比寿河川防災センターで見ることができる。さあ、当時の生活の賑わいのあった頃の思いを歌い上げましょう。
心意気を歌い上げましょう。